さあ今日よりお前は私のしもべだカイム・アラゴナ忠誠の証しおかえり、カイム・アラゴナ。吐き気がする。ガンガラは俺たちの記憶を消して何をしようとしている？ガンガラは命を奪えない代わりに記憶を奪った。一番大事なものを奪うことで私たちの心を崩して抜け殻にした。そうまでしてあいつが欲しがっているのはこの世界だよ。この世界か。うん、くだらんな。俺とお前とガンガラとあと二人いたはずだ。一人はサラだ。あと一人はミンだよ。ヌマラ建国の千年女王。女王は思い出しているのか？わからない。方面の時顔を見ただけだから。サラを探そう。え、当てはあるの？俺の記憶の中にな。そうだね。誰かを思う気持ちは記憶とは違う。愛し抜いた思いは記憶の封印とともに大きな喪失感となってこの心に残ったんだ。また会えるよ、必ず。俺は娘の死に二度巡り合ってしまった。一度目の死は俺の心に絶望を生んだ。二度目の死は絶望ではない、希望を生んだ。死を持たぬなら死に等しい痛みでガンガラを葬る。そのための時間は無限にある。それが俺の生きる希望だ。俺はリルムに生かされたんだ。カイム、明日の見送り辛かったら。いや、リルムは俺が送り出す。それが俺の役目だ。あなたがリルムさんのお父さんですね。話はセスさんから聞いています。私はリルムさんを送り出すお手伝いをさせていただくものです。お母さん、どこに行くの？海へ帰るのです。お母さんの肉体は見えなくなっても絆は残りますよ。絆？そう、肉体が失われても絆は永遠です。だけど私だけではお母さんを送り出せません。ご遺族の協力が必要です。何をすればいいの？ありがとう。難しいことではありません。リルムさんを飾る花、そして送り出す炎を灯す松明、それだけです。分かった。私は花を集める。お母さんをきれいに飾る。ではあなたは松明をお願いします。大丈夫か？うん、でも僕も何かしたい。ええ、後で手伝ってもらいますよ。では
まずは花を集めてください。ではカイムさん、松明になる枝を集めてください。
これでリルムさんを送り出す用意ができました。では始めましょう。マックの姿が見えないが、さっき行くところがあるって言って出かけちゃった。心配だな。マックはああ見えて肝っ玉座ってるからさ、大丈夫だよ。俺はお前たちの祖父だ。おじいちゃんと呼べばいい。お母さんより若いのに。ああ、皆無にしとく。あんまりおじいちゃんって感じじゃないんだ。なんだ今の言葉聞いた。皆無ずいぶん優しいじゃねえかよ。まあおじいちゃんと孫だからね。すげえ、孫できるとキャラ変わるんだ。そういうことじゃないと思うよ。マックがどこ行ったかなんとなく想像つくんだ。どこだ。あの花のとこ。そうか。私たちさ、あの花が咲いてるうちはお母さんも元気でいるような気がしたんだ。それで守っていたのか。うん、お母さんが長くないことは私もマックも分かってたんだ。少しでも一緒にいたかったから。だから私たちあの花に毎日お祈りしてたんだ。僕はマック、その花お母さんに見せようと思って、でももうしおれちゃって、うん、その花自然に咲いてるままにしておくのが一番だったんじゃなかったの。あなたたちのお母さんそう言ってたんでしょ。しおれていくのも自然なことよ。元気にさせようと思ったんだ。うちなら誰にも踏まれないし。バカ、そんなことしてお母さん喜ぶと思う。だってこれお母さんの一番好きな花だよ。そして俺とリルムの母、お前たちのおばあさんと別れ別れになった時に見た花なんだ。え、お母さんがこの花を大事に思っていたのはその時の記憶につながっているからだろう。フィルムはお前の気持ちを分かってくれた。どんな思いでこの花を持ってきてくれたか俺も分かっているつもりだ。お前は優しい子だな、マック。カイムも優しい人だ。俺がか。うん、私そう思った今。そうか、リルムに見せてやってくれ。お母さん、お母さん。私こういうのちょっと弱いのよね。カイムさん、ではテープの束を持ってください。そのテープ一本一本はまだ生きるべき我々と亡きリルムさんをつなぐ唯一のもの。ですがリルムさんは旅立たねばなりません。そしてその形あるつながりを断ち切るのが我々の最後の役目。見てください、マックを。断ち切る勇気は彼が渡します。それが彼の役目。そして送り出す人々はこれまでの感謝と決して消えない愛を胸にリルムさんとのつながりを切るのです。言ってたよね、つながりが切れても絆は残るって。そう、絆は永遠ですから。ではリルムさんを送り出しましょう。
リルムさんとお父さんの間には幾重ものテープが渡されています。これが全て断ち切られるとき、リルムさんは母なる海へ旅立ちます。マック、君は手に持つ火のついた松明で参列者が振る棒の動きを同じようになぞってください。その動きには参列者の思い、お母さんへの花向けの言葉が託されています。もし君が動きを間違えると参列者の思いは届きません。だからもう一度炎で正しく軌跡を描けたら、参列者の松明に火を灯します。そして参列者は形あるつながりの代わりに、目に見えぬ絆を永遠のものにするためにテープを炎で断ち切ります。全てのテープが切れたらリルムさんは旅立ちます。マック、用意はいいね？では参列者の皆さん、リルムさんとの形あるつながりを切り、永遠の絆を手にしましょう。
と泣くかと思ってた。僕も泣かないんだ、お葬式始まってから。すごい不思議、どうして涙が出ないんだろう。冷静なんだ、すごく。皆無、お母さんは幸せだったか。幸せだったよ。たくさんの人に親切にしてもらった。お父さんもとってもいい人だった。女王様もいっぱい助けてくれたし、きっと幸せだったと思う。でもずっと会いたがってた、カムとおばあちゃんに。カイムはもう泣かないんだ。カイム強いね。お母さんから聞いてる、不死身で無敵だって。すごいよね、死なないって。すごい。そうでもないさ。どうして？お母さんと別れたみたいに何度も大事な人が死んでいくのを見るからだ。いっぱい見た。ああ、数えきれないくらいだ。だから強くなるんだ。でも苦しいよね。ああそうだな。僕カイムみたいに強くなりたいよ。苦しくても辛くても泣かないで強くなりたい。そんなことを。だってこれお母さんがしてくれたことだって思わない？花が元気になったのはお母さんのおかげだよ。お母さん近くにいて僕たちの話聞いてるんだよ。これはちゃんとそばにいるってことなんだよ。そんなわけないじゃない。言うんじゃないよ。なんだよ、俺だって心配して。カイム！どうだか。どうしたの？これ見て、マックがまた出かけちゃったんだけど。お母さんに会いに赤い森へ行ってきます。この花を見せてあげたい。赤い森？死んだ人の魂に会えるって言われてる場所なんだけど、女王様が立ち入り禁止にしてるから誰も入れないんだ。でも言ったんだろ、あのボクちゃんは。マック、私探しに行く。クック待て、危険な場所なんだろう。俺も行く。私たちも行くよ。あ、タチ今タチ、あなた今タチって言いました。言ったよ。勘弁してくれよ。立ち入り禁止したってことはつまりヤバいだろ。やだね俺は。グダグダ言わない。マジかよ。助けて女王様。うるさい。行くぞ。あ、なんかムカつく。お前一つから荒くね、基本的に。